キルサン・イルムジーノフ・キルサン・ニコライヴビチ・イルムジーノフは、ロシア連邦の政治家、カルムイク共和国初代大統領を務めた。1995年から2018年まで長期に、渡って、国際チェス連盟会長を務めた。1962年4月5日、ソビエト連邦のカルムイク自治共和国の首都、エリスタに生まれる。父・ニコライは、義士、母は10位。 14歳の時、カルムイクのチェスチャンピオンになった。1979年に中学校を金メダルで卒業した後、ズベズダ工場に勤務する。18歳の時に徴兵され、1980年から2年間兵役に着く。除隊後、日本学専攻で、モスクワ国際関係大学で学び、ソ連共産党に入党する。その後、国際ビジネスの企業を開始し、 1989年に日ソ合弁企業、リコーラドが専務となる。1990年三社会長。1990年3月、ロシアソビエト連邦社会主義共和国人民大議員、大会大議員に当選し、ソ連最高会議表議員に選出された。最高会議では国際問題、対外経済関係の各委員会に所属。 カルムイク共和国大統領としては政治手法は独裁的とも評価されるが日本、シンガポール、中華人民共和国をモデルに積極的な外資導入による企業誘致を図り治安も維持されている。またカルムイク人はチベット仏教徒であるがイルムジーノフは国内に32の仏教寺院を建設すると同時にキリスト教、イスラム教など他の宗教とも 融和策を取り、国内には、教会や、モスクも建設し、宗教の融和に成功している。1993年4月11日、カルムイク共和国大統領に選出される。当選後、国内企業の株式を支配する、国営投資会社、カルムイキア社長に就任する。10月政返事、イルムジーノフは、連邦構成主体評議会議長として、 ロシア最高会議ビルに入り、政府軍の突入直前まで最高会議派と交渉を行った。1993年12月の連邦議会選挙で上院大議員に当選。1994年4月、イリムジーノフの発議により、現行のカルムイク共和国憲法に代わり、ステップ法典が採択される。1995年4月、 ロシア連邦大統領府監督局の委員会がカルムイクに入った後、イルムジーノフは政府を総辞職した。委員会の監査官は財政上の多数の違反を指摘した。同年5月、我が家、ロシアに入党。1995年10月15日、大統領に再選される。この選挙は対立候補がいなかった上に、連邦法に違反して任期は7年で行われた。 第2期上院議員に選出。同年国際チェス連盟会場に就任。1998年2月、共和国の省庁を削減し、行政権を自分の一手に集めた。同年11月、ビクトル・バトゥーリンを政府議長に任命した。1998年6月、イルムジーノフに関する多数の記事を書いていた、ジャーナリストのラリス・ユーリンが殺害され、 イルムジーノフの顧問セルゲイは資金が起訴された。イルムジーノフ自身は殺人事件が政治的動機ではなく商業上のトラブルによるものだと表明した。1998年11月17日、ロシア連邦からの離脱の用意について表明したが、翌日自分の言葉を撤回した。この後まもなく共和国財務省ミハイルザドルノフは会員において、 二億ルーブル以上の通貨を国立銀行からではなく、決算銀行、カルムイキアから行ったとして、イルムジーノフを告発した。1999年の会員国家会議選挙では、与党、統一の設立に奔走した。2000年3月、他国籍企業、ノストラク代表取締役に就任。2002年10月27日、大統領に参戦され、 2003年1月に就任した。2004年11月、統一ロシアに入党。2005年10月24日、大統領という役職名が主張に変更される。同時に、ウラジーミル・プーチン大統領の提案により、共和国主張の任期はさらに5年延長された。2007年10月、統一ロシアから下院議員に立候補して当選したが、議員には就任しなかった。 2010年10月24日に首長を退任。後継のアレクセイオルロフに首相就任を打診されたが、これを断った。2010年4月26日、イルムジーノフ大統領は、ロシアの国営放送チャンネル1で、宇宙人に連れ去られた経験について明らかにした。イルムジーノフによれば、1997年9月18日に、モスクワのアパートに、 半透明のチューブ型の宇宙船で宇宙人は訪れたという。イルムジーノフだけではなく、運転手、大臣、補佐官の3人も宇宙人を目撃した。この証言を聞いたアンドレレーベ・ジェフ・ディーンは、ドミートリー・メドベイ・ジェフ大統領に報告し、軍と捜査機関にこの事実の調査を依頼した。イルムジーノフの発議により、1998年9月、エリスタ南東部に、 ホテルやチェスのコンベンションセンターであるチェスシティが建設された有効勲章を受賞。チェスのスポーツマスター。ロシア語、英語を話し、モンゴル語、中国語を少し理解する。自らを仏教徒と考えている。最大。1990年に息子が生まれた。wrldstatesmen.org。 アドミニストレイティブ・ディビジアンス・オブ・ザ・ロシアン・フェデレーションコルマッケア w-o-r-l-d-s-t-a-t-e-s-m-e-n.org 2017年3月30日閲覧宇宙人に連れ去られた経験があると大統領が激白ありがとうございます